よし、おはようございます。はい、珍獣やろう。珍獣、おはようございます。最近出てくるね、よく。そうですね、お盆かちょっとおきげんばが終わったな、ちょうどな。いや、前工程がちょっとあんまり進んでなくて。あ、その大きい物件が。はい、大きい物件ってのはうちはその塗り替え道場の仕事をやる場合はこうやって取れるんだけど、結局他のシーニング会社とかゼネコンさんからもらっとるんだよな、仕事。そうですね。それはもうこいつ結構張り付かなかったんで、大きいもんね、現場が。そうするともうほぼほぼ登場できないんですよ。珍獣さんみたいって結構声あるんだな。あのガンの解説が今でも3万か4万ぐらいでしょ。あれ多分ガンの解説僕を見とんじゃないですか。あれでいいだな、お前。あれでいいだな、お前。まあ、いたずらっ子、塗り替え道場一番いたずらっ子でね、まあ、YouTube ではなかなかまだいたずらできんけど、まあ、ターゲットとか会社のポスターとかに金毛書いたりとか、ね、ターゲットばっかりやるで、ね、飲んだらターゲット出したんで、まあ、99% がこういったターゲットです。ちょっとまあ告知しちゃうんですけど、10月12日じゃないあれ、確か12日土曜日です。あのセミナーを名古屋にやるんだ、全国の塗装屋さんとか集めて、でそれが定員20名か30名で、確か4時か5時ぐらいかなと思うんですけど、とにかく終わるのが6時で、そこから飲みに行こうか、俺どっちかちょっと飲みがメインぐらいですけど、お前も来い。10月12日で何人か来て、いやこのまあ YouTube で結構出てる子たちとは、まあ、多分何人か 4,5 人がこっちからも来るかなっていう感じ で飲みに行こうかなって思ってますんで、でいろいろ、ね、交流になればなと思ってますんで、ぜひ来てください。でホームページ書いてあるからね、ホームページに入ってますんで、また見てください。それともう一件、ツイッターで今ネタがなさすぎてさ、 YouTube のネタでシーリングでこんなネタやってほしいっていうのを、採用されたら500円かなんかで、優秀賞5000円ぐらいのやつをツイッターで今募集してるはずなんで、この動画撮ってる時はまだやってないからさ、だからそれだけちょっとまたツイッターからなんかやってくれんかな。でジムがちょっとやってくれて、どういうやり方かちょっと分かんないんだけど、でまあぜひ、であと名前とか会社名とか出してもいいからね、採用、なんだアイディア出しに来た人この人ですみたいな感じで出しますんで、ぜひアイディアちょっと欲しいね。本当にもうネタがなくなってきて困ってる。だって逆にこんなみたいあんなみたいをちょっとネタとしてしっかりそこに売ってくれたら、まあ、それ参考にしてって、んで採用したらプレゼントみたいな感じでやろうと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ本題に入りましょうか。はい。じゃあ今日はちょっと、まあ、シーニング導入紹介っていうことで、いろいろちょっとあるんだけど、一個一個説明しまおうかな。まあ俺もちょっと本当にシーリングのことはちょっとど素人なもんであれですけど、まあこれはまあみんな、これ多分見てくれてる人はシーリングの職人さんだったら分かるんだね。これ何ちゅうんだったの？原炭。原炭だな、はい、でこれマットみたいになってるんだよな。あ、そうそう、持ってきた。どれぐらいの大きさ？あ、ある原炭ね。あ、これもう新品のサイズ？あ、いや、こんなもう大きさ結構選べるんですよ。その材料屋に行ってどれぐらいで切ってきますかとか、でこれをカットしてこれを作るってことだろ、結局は。そうですね、これはね、これで何仕上げとんでしょう、これ結局ね。そうです。うん、なんでこうな、こういう風にするの、なんでこんな細さ太いのは、なんで。あ、もうその場所場所によって大きさがやっぱ変わってくるんで、うん、こんな細いメジンとかこんな大きいの使っとっても材料がそんだけ逃げてくるんで。ああ、こう当てた時に材料が横にこの分逃げるよね。ピューってやったらこう横にスライドしてくるよね、材料がツルツルにしながら。大きければ大きいほどどんどん横に逃げていっちゃう。ここまで逃げていっちゃうもんで、もうその目地幅に合った大きさの原炭を一個一個作って、もうこれ勉強になったんで、まあ今日はこれで終わりましょうか。ありがとうございます。嘘だったよ、お前。だってね、早く仕事させろみたいな。はい、じゃあ原炭じゃん、これもうで、これもう全部カットして大きさ、本当にいろんなもの使っとるんで、これがまあシーリングの職人だよね、やっぱプロが使う。はい、じゃあ次は何行きましょう。あ、これ行こうか。こんなやつ、これなんでこれ、ま、丸いのとかあるじゃん、いろいろ。あ、削れてなってくるってこと。そうそうそう。元は全部これ、うん、まあ、多分これは新品で、新品でね、うん、でもうどん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 使っていくと、もう丸まっていっちゃって、もうこんなアイス棒みたいに、うん、これゴミ。あ、もう丸まっとるゴミやろこれ。遅くなるんで、やっぱどうしても、うんうんうん、今先とんがってるもんで、うん、まあ、3面接着してるとことか、うん、結構バーってすぐ切れるんですけど、これだと、うんうん、だけどもう丸くなっちゃったら余計時間食うだけだもんで、うんうん、もうこれはもうすぐダメになる。なるほど、あ、なるほど、ね、タイルの現場とかだったら絶対3面接着してるんで大体、うん、あ、
三面接着って要はあの奥についとる場合ですね。これ一般のマシンの職人さんだったら知ってると思うけど、両サイドにくっついとって奥は本当はついてないんだよね。今モノブレーカーこれやっぱこれ撤去した状態ですよね、はい、こうやって取れてくるんだよね、はい、取れるないしもうボロボロのやつはこれ上にボロンドブレーカーとか貼るんでしょ、はい、タイルだと奥までくっついてまってるっていうからね。タイルはもう中コンクリートなんで深さがあったらバックアップ材新築の時に攻めて縁切ったりその材料を浮かすためにやったりするんですけど、バックアップ材あるかな。ちなみにもう今ないか、あの白いスポンジみたいなのがね、これだよね。これも一緒で、うん、材料屋さんに行って、うん、どんな大きさ、あ大きさとか頼むんだ。1800にしてくれとかもう900にしてくれとか。いやこの長さでこの厚み、あそう厚みと幅がまた種類ごとで違うもんね。あるんですよ。あ奥深いなやっぱシール。結局これって何って、あんまりその奥行きがあるところにこれ入れて1センチぐらい肉厚取れやいいもんで、ね、ってことだろ。そうこれも3センチも4センチもあるやつに全部打つと大変なもんで奥にバックザップ入れて、そうするともうこれにくっつくだけだもんね。これっていうのはもうシーリング材くっつかないような素材になってるんで。あそういうこと。これが奥におったらもう絶対2面接着材料がくっつかないようになってんだ。ああ奥深いわ。よし勉強になったらこれやりましょうか。ありがとうございます。うびっそりすんじゃねえお前ガロチンジュ。じゃあ続いて何があるのか。これいく？こんなもん使う？あれか。これはもう仕上げの時に使うやつと、うん、材料の中のあこの缶をやる時にね。持ち来る時の。そういうことね。いやこれちょっと一般の人も見てくれてると嬉しいんですけど、本当にねこういうやつ使ってないところ、まあ今一駅にもあるのか。一駅でもこれ缶だろ。オートンとかは缶ですね。このあのカートリッジなんかないでしょ。カートリッジの何ですか。いやまあ何でもそうなんだけど、いや塗装の入った時にもう全部カートリッジでやってる業者っていうのは俺信用できるんじゃないかって思うんだけど、そうでもないのか。シーリングであのカートリッジオンリーカートリッジだとおかしくない。そうですね。僕はあまり経験ないですけど、まあ、業者によってこれ使ってくれる。カートリッジだともうゴミ出せんよな、まず。で基本的にはこういう丸カンカン、まあ、違うものだろうし、こういうものをプロが使ってるとかだよな。そうですね。シーリングマンションとかだったら本当に絶対こういうの使っとるからね。なんでって言ったらそのゴミが出ちゃう、その鳴らした時に残ったやつをこういうところに溜めとるもんな、お前ら。はい。でこういうところにこうやって鳴らしてこうやって溜めていくんだよな、これ。で溜まったやつをまたこの中に戻しようだろう、お前。はい。そうだよな。あ、これは何かな。これも仕上げのヘラですね、うん、これも原タンと一緒で。原タンっていうのは、あ、これっち？これで一緒で、うんうん、場所によって大きさの違うやつとか、うん、いろんな形したやつを使い分けて、うん、あの仕上げとかしていくわけなんですけど。あ、そういうこと。そうです、これで仕上げていくんです。これで仕上げるの。これ仕上げるやつ。嘘でしょ。嘘でしょ。そうですね。これあれだろ、缶好きだろ。そうです、缶切りです。お前コメントあるやねんか。社長バカだな、やっぱり。こいつ全然突然の社長じゃない。これは缶好きって基本取るやつ。取るっていうか僕らも缶切るだけっすね、基本。あ、お前らはそうか。このケレンとかあんまないもんな。新築やっとる人だと、うん、あのたまにタイルとか飛び取るノロって言って、うん、あの左官のあるじゃないですか。あ、はいはい、あのコンクリートみたいな、ね、あれがガタガタの時とかに新築の時バーッ。そういうことね。コンクリートの新築の時に片枠でうまくいってなくてボーッて、なんか新築とかあるよね、コンクリートで。あのタイルからこう出とったりとかして、ああるな、こう削ったりとかして、うん、で真っ平らに仕上げて。新築の人は多分結構使ったりとかしますけど、ね、あ、そういうことね。改修工事であんま使わない。打つのがまた大変だよな、こういうのぶつかっちゃったりするもんね。新築でいけもうシールから石が出とったらもうかっこ悪いじゃないですか。あ、そういうことね。見栄えで。だけどこれやらん業者もおるんで、新築の時。そういうことね。めんどくさいもんです。もう時間短縮でと、あともうゼネコンがおかしいとこあると、もうそんなやらんでいいや、はい、やれ、まあ、とにかくやってくれ。それで検査が通っちゃうんです。あ、そういうことね。ちょっとちっちゃいゼネコンとか、あ、もうサブコンみたいなちっちゃいとこだと、あ、でもうるさいところはちゃんと監督さんがこれもやり直してくださいってなるわけだ。そうです。あー、なるほどね。まあ、ちなみにうちは、うちはもう改修工事なんで、もうその飛び出ることがないですもん。あー、どう、シールの検査はうるさい方。シールの検査は、いや俺この間聞いたんだ、この波形の話で出てくると思うんだけど、ちゃんと今芯なんで全部ひげ取っとんだろ。あー、それはやってます。で、波形に芯なわけで、はい、で、こうちょっと鳴らすんですけど、波形に芯なんですけど、はい、
こでやるの。はい。もう取れてくね、取れてくね。最初の頃やってなかったよな。そう、僕が入る前は多分やってなかった。やってなかったよな。いや、そこまで今やってんだと思って。結局ちょっと他の動画で、まあこれちょっと多分動画、まあ今ね、アイモードついてくれると思うんですけど、あのこの間斉藤さんがこのヒゲを全部シンナーで取るっていう作業をさ教えてくれて、俺もやったら結構難しいんだよな。キシャってなったもんね、俺。やったらね、他にもあるの、面白いの。まあ、基本シールの撤去は僕カットだな。で、あとなんか何こうやって持つやつあるじゃん。なんかコメントでやったらあれ使わないんですか。あーこれね。これなんかあんまみんな使わないな。これ使ってる人と使ってない人に分かれますね。で、今これだとこうやってやれるでしょ。力結構入るっすよね。でこれだと入らんとことか出てくるんで。あ、そういうことか。一応持っとく程度か。そうですね。で、マンションとか大きい物件とか、もうシールがもう3面とか、力入れたい時はたまにあるもんな。飴玉みたいなシールの時あるだろう。飴玉めっちゃ硬い、なんか、あ、昔のキャラメルみたいな、昔の何だったか、なんか変なカチカチのやつ、ね、そうこれ本当にコーキングかみたいなやつですよ。あるよな、あるキャンディーみたいなな、買ったやつたまに。職人によってやっぱ自分が使い慣れた道具の方が多分一番早いですね。あ、お前はもうちっちゃいやつか。僕は絶対もう自分のこれだもん。あ、もうでかい方もあんまり使わんだ。使わないです。なんでもうこっちで慣れとるで。はい、そう、まあ、でもでかいやつだと楽じゃんやな、やっぱ。まあ折れにくいですけどね、カッターの刃が。あ、そう。俺ら素人だとちょっと手伝うともうどれ手が痛いもんね。ちょっとでも力いらないやつって思うけど、もう慣れとんだろうな。そうですね、多分。あ、これもあるね。これ最初に何個、これも買うんだろう。要は丸カンなんだけど、こんなんないだろうな。これセットについてんの。カートリッジ頼んだ時に10本単位の、うん、その中に入ってるやつ でカートリッジなんてこんなん全部使い切らないんで、うん、それが余ったやつで人気の方で。あ、そういうことか。で、これがガン買った時一番最初についてくやつ、うん、これ、ま、本当はまっすぐでなんですけど。そういうことね。あのバシャバシャでまっすぐすぎると使いにくかったりとか。これ自分で作っとんのね、これ。溶接っていうか、なんか熱でライターとかで炙るんでしょ。これ何、何使うの。これあのガン買ったばっかの時だと、うん、入りにくいんですよ、この筒に。これね、いや、これカートリッジじゃないもんね。これにちゃんと入れるんだよ、これ詰めてね。知ってる、ここに入れてるの。もう今からこれガン打つもんね。もう556やってやるんですけど。あ、これもうこれ今日ちょうどやったんだ。そうです、はあ、もう今からガン打っていこうと思ってたんで。だってこんだけシールがついてるのに全然ついてないじゃん。だってこれ毎回綺麗になっとんだよ、これ。綺麗ですね。だってシーリングやるんだもんね、このゴム毎回使うんだもんね。だってこんだけ綺麗に使っとんだよね、道具を。綺麗に。そういうことやな、全部取るわけだろ。そうですね、そういうことやな。ちょっとでも入っちゃうとやっぱ滑りが悪いとかいろんなことが出てくるんだろう、やっぱ。もうずっと使ってるとパッキンが弱ってきて、で、裏に材料が回っちゃうんです、ガンの裏に。あ、そういうことな。そうすると買い替えなかみたいな感じか。そうですね、もうパッキン新しいの買うか、ガン新しいの買うか。これちなみにサイズとかあるの。これ、いろいろあります。メーカーとかもあるの。メーカーでここ使いやすい、使いにくいと。いや、メーカー多分山本しかないと思います。山本製作所って。山本製作所多分。で、これ何、これでも太いよな、こっちの方が太くて短いな。ちょっと短いやつで俺だな。で、これ細くて長いやつ。まあ細くて短いで、まあこういう感じじゃない。そうですね。太くて長い、細くて長い、細くて短い、細くて短い。何だよ、お前。これ完全に CM 使うかもしれない。帰って帰って。ほんで何かもっとなんかでかいのかな、これより。多分これよりワンサイズデブいやつあるんじゃないですか、多分。ああ、そう、まあ、そこまではいらんって感じ。重すぎるんじゃないですか。あ、入れて。せっかくなんで、何使っとるかって、まあ、メーカーとかサイズ、なんていうんだろう、サイズで何コメントくれたら分かるのかな。僕は分かんない。分かんない。だけど多分調べたら出てくると。あ、ネットに調べたら。ちょっとまたコメントで、まあ他の職人さんにもね、お互いに切磋琢磨でいいと思うんで、まあ好みがあるね。どっちかっていうとあれですけど、戸建てちょっとこれ使いにくいかもしれない。ああ、そう、狭いとこ多いんで。ああ、ああいうとこあるね。その分引っ張れるもん、材料先に。あ、そうか、そうか。狭いとなんかこれがこぐらい目しか吸えんかったりとか、体勢が悪かったり。そうか、そうか。打っとる時はこの状態だもんね。満タンに入っとる時はこっから始まるんだもんね。そう。あ、そうか。ここが当たったりとかする。当たるんだね。これはダメ。これぐらい長さが違って、それぐらい。取っとるじゃん。取っとる。あ、ちょっと待って。やっと本領発揮した。こいつだけ逆だでね。みんなカメラ回ったら調子乗るけど、こいつカメラ回ってんの大概だからね。じゃあ本当にマジで。
そんな感じでしょうか。まあ、また他の話もなんかこんな話も聞きたいなんてあったらまたコメントください。じゃあまた見てね。 See you. See you.